皆さん、こんにちは。あなたは好きな人に告白をして成功した経験ありますか？私も実は自分から告白して成就した経験が一度だけあります。男と女って同時に両思いになってそのままいい雰囲気になっていくこともあれば、どちらかが頑張ってアピールして好意に気づいてもらう場合もありますよね。やっぱりこちらに興味を持ってくれていない段階からアピールしていくのってかなり努力を要するし勇気も必要です。さて、男性の中にもいつも告白しても叶わないという人がいれば完全無敗だという人もいると思います。両者の違いは一体何だと思いますか？今日は女性目線で好きな人と絶対付き合うためのポイントをご紹介していきます。あなたが絶対この子と付き合いたいと思った時に、付き合いたいならこうしてほしいという取り組みポイントを解説しますので、ぜひこれからの恋愛活動に活かしていってもらえれば嬉しいです。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、焦らないでタイミングを見計らうこと。恋愛においていつでも大事なのは焦らないことです。付き合ってからもそうですが、焦っちゃう、冷静になれない姿勢は女性を不安にさせるだけで信頼度が下がる原因にもなります。どうしても早く付き合いたいし早く会いたいから、今度いつにする、明日も会えるってどんどん言いがちなのですが、相手の女性があなたに明らかに興味を持っているならそれでも構いません。もしもどうかわからないなというくらいなら、そこまで必死に毎週会おうとしないで様子を見ましょう。最低2週間に1回は個人的に会えるといいですね。それ以上空いてしまうと忘れられるし、それ以上多くても展開が早すぎて整理できないかもしれません。連絡はあまり途切れないようにしましょう。そして告白をするタイミングまでに会う回数も少なくとも2回はデートをすること。私は過去に初対面で一目惚れですと突然告白されたことがありましたが、もちろんはいとは言えませんでした。その時の女性の精神状態にもよりますが、ドラマみたいな展開が必ずあるとは思わないこと。3回目か4回目のデートで告白するのがベストです。5回目くらいになっても何も言ってきてくれないと、女性の方もあれ、付き合う気ないのかなって思えてきます。そのままお友達感覚に切り替えられると困っちゃいますから、ぜひ5回目が限度だと思って告白しましょう。もちろんそれまでに女性の方から我慢できなくて何か言ってくる可能性もありますが、基本受け身で待っていると思っておきましょう。いつか告白してきてくれるよねと待っているだけでどうにもならなかった経験は私にも何度かありますが、男性も女性もいいタイミングを逃さないことは本当に大事です。2、相手の話をしっかり聞くこと。ではいいタイミングをつかむためには何が大事でしょうか？そうです、普段から女性の話をしっかり聞いて女性が出しているサインを把握することです。もちろん言葉だけではなく行動や視線、対応のすべてに女性の本音が隠されています。女性が少しでも甘えてきたり心を許したような発言をした時は絶対に見逃さないで。女性だってもしかしたらその瞬間にすごく勇気を出しているのかもしれませんからね。そのタイミングにあなたが気づいてあげられなかったら、女性はあれ、私とは違う気持ちなのかな、私と感覚が違うのかなって思います。お仕事や趣味など忙しい毎日だとは思いますが、少なくとも女性と一緒にいる時間は女性に集中すること。雰囲気が良い場所や夜のデートの時なら常にいつ合図を出してくるかなと心の中で様子を伺っておきましょう。3、周りの人とも仲良くすること。女性はあなたという人間を分析するためにいろんな部分を見ています。だって彼氏になるかもしれない人、将来結婚するかもしれない人なんですから。実は束縛がひどいとか、付き合ってみたら人格変わったなんてことがあったら怖いんですよね。女性はあなたに興味を持ったらあなたの周りの人とも仲良くするようになります。人によっては周りから固めるという計画がある人もいるかもしれないし、深く考えずに単純にみんなと仲良くしたいって思う女性もいます。逆にあなたがもし女性の周りの人とも仲良くしてくれると女性は安心します。女性は友達からの評判も参考にしますから、あなたは友達の前ではいつでも真摯な態度でいるべきです。あの人いい感じだよねって信頼している友達が言ってくれたら、付き合うか迷っている女性ならコロッと気持ちが傾きますからね。
女性はあなたがいろんな人と関わっている姿を通して本性を見抜こうとしたり、いいところを探そうとするんです。ぜひどんな瞬間も冷静に対応しましょう。4、過去の恋愛について聞かれても正直に答えること。女性はあなたと付き合うと決める前からあなたとの未来を想像しています。いい未来が想像できる、楽しい日々が想像できるとなると付き合おうって決心できるんです。だからあなたが前に付き合っていた時の話や経験数などにどうしても興味を持ちます。とはいえ普通の感覚の女性ならわざわざ聞きません。だって話したくないこともあるかもって思いますから。でも話の流れでもし自然に出てきたらあなたも隠さず話しましょう。例えば、ずっと部活が忙しくてこんな風に女の子とデートするのも実は初めてで、といううゆういしい話は女性からすると大好物。今までに誰とも付き合ったことがないというのは女性には誰とも比べられることがない安心感でもあるし、私色に染めてあげたい、いろいろ教えてあげたいという好奇心にもつながるんです。最高の特権なんです。反対に車デートの時に、この助手席には今まで10人くらい女を乗せてるとか勝手な武勇伝を語り始める男性は嫌われます。自分の武勇伝を語る人、わざわざモテる自慢をする人は結局本当にモテる人じゃないって女性は分かってますよ。素直なあなたを初めから少しずつ見せていく方が女性としても心の準備ができるんです。そうでないと結局付き合ってからお互い無理をすることになりますからね。5、告白はデートの最後に直接言うこと。さてここからは実際に告白する時のお話です。まず告白はやっぱり直接言うべきですね。過去にこんな私の友人がいました。一度デートをして帰宅後の夜中に長文メールが届き、その中でいきなり告白。私はそのメールを見て、きっとデートが楽しかったし付き合いたい気持ちが急に溢れてきちゃって、早く付き合いたい、早く恋人関係を確定させたいって思っちゃったのかなって想像しました。その気持ちはわかるんだけど、それは完全に一方通行ですよね。告白を受ける相手の気持ちを想像することってやっぱり大事ですね。女性は大事なことをきちんと面と向かって話せる男性を単純にかっこいいと思います。そういう姿勢が必要とされるタイミングは付き合ってから先にも必ず何度も訪れますからね。あなたにはいざという時にきちんと向き合える人であってほしいんです。6、はっきり伝える。告白するときはダラダラと話さない方がいいですよ。簡潔に伝えないと、結局何が言いたいんだろうと女性は困りますからね。そしてよくいるのが曖昧な表現で伝えてしまう人。例えばあなたなら、これからもずっと一緒にいたいねって言われて、イコール付き合いたいだと捉えますか？リアルな話、必ずしもみんながそうは受け取らないんです。実際にこれは男女問わず多いのですが、曖昧な告白の表現をして誤解を生んでしまうパターン。曖昧に伝えて次会った時に急に、ねえこの前の返事は？なんて言われて女性がえってなることもあるし、もう付き合っていると勘違いしてキスをしようとして女性をびっくりさせちゃうこともあります。やっぱり一番いいのは、好きなんだ、付き合いたい、僕の彼女になってほしい、俺〇〇ちゃんの彼氏になりたいというように、付き合いたい、恋人、彼女、彼氏とはっきりわかるワードを使うことです。また明確に伝えた上で、答えはまだいらない、考えておいてというのも効果的ですよ。時間をかけると女性も冷静になれて、場合によっては迷っているからとりあえず断るなんてことなく、付き合ってみようって前向きに気持ちが変わるってこともありますからね。女性のこともせかさないのが肝心です。以上、好きな人への告白を必ず成功させたい人がすべきことについてご紹介しました。女性は年齢を重ねるごとに疑い深くなって慎重になります。男性はどうなんでしょうか？相手の女性が20代で若いなら比較的スムーズに付き合えるかもしれません。相手がもし30代から40代の女性なら、現実的に付き合うのに慎重な人がいてもおかしくありません。あなたが女性と本当に付き合いたいと思うなら 120% の安心感を証明する必要があります。それが信頼につながり、心を開くきっかけになり、体を許すきっかけにもなります。焦らず冷静さを忘れずに、女性をしっかり観察する、そして決して一方通行にならずに絶妙のタイミングを狙っていくこと、ぜひ意識していってください。
では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。